韓国男子テニスのチョンヒョンが、全豪オープンベスト4進出以降、プレッシャーを感じながらも最近は、テニスを楽しめていると明かした。チョンヒョンは29日、ソウルシンラホテルで開かれた、ジェネシスと共にするチョンヒョン選手との出会い2019に出席。ジュニア選手らへワンポイントレッスン、ファンミーティングなどを行った。 記者懇談会でチョンヒョンは、2018年は全豪オープンでいい結果を出し、その後はプレッシャーを感じて圧迫感もないとは言えなかった。でも今は結果が悪くても、家庭を楽しめればいいとポジティブに考えられるようになった。最近、テニスが楽しいと笑顔を見せた。また、 チョンヒョンは2020年東京オリンピック出場についての意思も明かした。チョンヒョンは、スポーツ選手であれば、当然オリンピックに出場したいと思っているだろう。僕も同じ年、チャンスがあれば、対局マークをつけて試合がしたいと思っていると明かした。